の金管楽器である木製ではあるが、発音原理から木管楽器ではなく、金管楽器に分類される。白アりに食われて筒状になったユーカリの木から作られる。複雑多岐にわたる演奏方法、使用目的がある。その名を出したり、楽器を見ることさえ禁じられており、特殊な儀礼に使われる特殊なディジュリルもある。原材料のユーカリには、 数百種があり、その中でもシロアリが好んで食べるものは特定の数種に限られる。通常は自然の状態でシロアリに食べられたユーカリから作られる。アリの巣そのものにユーカリの木を差し込み、少し穴の開いた木にシロアリを入れて口を塞いで強制的に食べさせるといった製法も存在している。その後、1メートルから2メートルに切り、 表皮を削り口当ての部分に密漏などを塗り、表面には岩を砕いた顔料でアボリジナル、ペインティングを施す。太さ、管の内径、長さなどは不定で、部族やクランによってその形状と音色は異なっている。長さは80センチメートルから2メートルを超えるものまで幅広い。表面は、ウレタン樹脂などでコーティングしただけの木肌ままのものや、 塗装が施されているものもある。吹き口は、幹の細い型を密ろで加工して作る。現在では原材料も多種多様となり、竹、チーク、竜ラ卵、PVC、FRP といったものも販売されている。また2017年には、静岡県沼津市戸田地区の地域おこし協力隊が、地元の特産品である、高足ガニの殻を素材とした。 高足ガニリドという楽器を制作している。音を出す方法は、管の一端に口を当てて、唇の振動などを利用するもので、口当てに口をつけ、息を吹き込みながら、唇を震わせ、口や筒の中に共鳴させることで、音を発生させる。金管楽器のトロンボーン、チューバ等にも似るが、その複雑な演奏方法は他に類を見ない。通常、 循環呼吸が使われる。アボリジニは千年以上前にディジュリドを作ったとされ、実際には文献が存在しないので証明が不可能ながら、世界最古の管楽器の一つではないかと言われる。主に宗教儀式やヒンイリングのために演奏していたと考えられている。現在では様々な地域で演奏されるが、伝統的にディジュリドが伝わる地域はオーストラリアでも、 北部に集中しており、クイーンズランド州、西オーストラリア州の北部とノーザンテリトリーのアーネムランドのみである。もともとは、アボリジニが昔から精霊と交信するための祭儀で使用していたもので、神聖な楽器として大事に扱われていた。ディジュリドという名は、オーストラリアに入植した白人がその音を聞いて、ディジュリドと聞こえたことによってつけられた。 20世紀に入ってからのことである。アボリジナル自身は、それぞれの言語グループの言葉で、例えば、アーネムランド内でも、南西の方では、マゴ、北東では、イドキ、クイーンズランド州北部では、イーギーイーギーなどと呼ぶ。ちなみに、日本に出回っているディジュリルの多くはイダキである。また、アボリジニの間では、ディジュリルは、 男性の楽器とされ、女性が演奏することは、ほとんどない。女性が吹くと妊娠するので吹いてはいけない。部族によっては反対に女性が吹くと不妊になるので、吹いてはいけないという伝承がある。女性は、触れてもいけないとする部族もある。ありがとうございます。